イスハウマッチリバーウォーク北九州からゴリケンさんと中西さん、こちらでございます。はい、じゃじゃんと、こちらはですね、なんと鼻にするマスクでございまして、マスクならぬノスクという商品でございましてね、はい、韓国で生まれたんですけども、今はアメリカに約1000万個輸出されるということでですね、はい、昨日日本で発売されたばかりという商品なんですね。はい、ですね、このように使うんですよ。こうやってね、さん装着してますしますけども、このようにね、あ、わかんない、そのマスクをつけてるっていうのは全然わかんないです、ね、どんな状態になるんですか、でしょ、うん、今もう塞がってるわけですね、こうやって、あ、塞がってるわけです、鼻にね、塞がってるわけですよ。こちらね、はい、人間工学の設計ですね、どんな人でも大丈夫、フィットします、もうフリーサイズでも大丈夫なんですね。はい、さあ、そうそう、海外ではですね、ホコリの出やすいその地下鉄とか地下鉄の売り場、その病院関係などですね、もう使われ始めてるそうですよ。そうです、それ風邪を防止するようになるんですかね、マスクの風が鼻からの細菌をですね、はい、実際やってもらいましょうか、ね、装着、こちらのお客様ですね、はいはいはい、装着されてるんですけれども、え、そうですか、全然分かんなかった、あ、本当だ、ここ上向いたら、ね、分かる、あ、本当だ、どうですか、つけ心地は、違和感もなく化粧崩れもないのでいいと思います。そうですよね、はい、ね、本当にね、お鼻の頭のね、化粧なんか絶対取りたくないですもんね。はい、こちらですね、もう実用性も良くてですね、こちら3種のこれね、構造フィルターになっておりましてですね、はい、こちらがあるので、細菌、排気ガスを、黄砂、あとダニ、はい、カビなどのですね、ハウスダストからですね、なんと 99.9% の確率で防ぐということができるんですね。こんな小さいもので、すごい、そうなんですよ。